信長様が動いて天名を取り巻く情勢も風雲急を告げてきましたね。こうなっては主膳殿の命も風前の灯火、いずれは信長様に敗れる運命。しかし主膳殿が滅びぬ限り、天名は戦火に包まれ、民は苦しみ続ける。もしどこかの誰かが主膳殿の首を取ったなら、戦は終わるでしょうにね。それに主膳殿の首を取るような侍なら、信長様の覚えもめでたくなるはず。今すぐ天名城に乗り込み、主膳殿の首を取る。どこかにそのような猛者がいらっしゃれば、すべて解決しますね。どうやらまだこの国で面白いものが見られそうですね。楽しみにしてますよ。お、どうだい。承知した。さあ来い。おのれ失格か。
るいは信長を倒せるかもしれん。このわしを超え見事天下を取ってみせるか、小わっぱよ。ことの行く末地獄で見ておるぞ。しかし、恐ろしいお人だ。まさか本当に修繕の首を取ってくるとは。あなたとあの方だけは死んでも敵に回したくないものですね。さて、ものは相談なのですが、次の仕事も受けてもらえませんか？なあに、楽な仕事ですよ。漁師を失った国を落とすだけですか。